はい、配信開始しました。はい、配信中です。はい、こんばんは。こんばんは。今日は音声出てますかね。多分テストしたんで大丈夫だと思うんですけれども、あのもし聞こえてなかった、3人の声が聞こえてなかったら、ちょっと教えチャット欄で教えてください。えっ、ー、と、今週もお願いします。 三 <laughs> 人声出さないと三人あの聞こえずっか分かんないですよね。今意図的に声出してみました。そうそう意図的にお願いいたします。<laughs> まあ今週も一時間あの一時間の予定でやっていこうかなと思います。うん、はい。ええー、来週からオリンピックらしいですね。はい、本当にやるのかみたいな感じですけどにますね。なんかまだ実感ないんですよね <laughs> めちゃめちゃ。さすがに。 ね、あ会社でもね、あ<の>ああの来週月曜休みとか思ってる人、たまにいるんですよね。あ祝日ずれたやつで。そう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 そ。うそうああ、そうですね。あれ、結構、予定決めるのに困りますよね。本当にね。めちゃめちゃ怖い。あのしかも海外は普通に、ね、動いてるわけなんで、このブログシリーズ。 なあの通常に、あ、a 藤さんいらっしゃい、起きた、ありがとうございます。えっ、ー、と、で、あのこ今週、実はちょっとネタが少ないなとか思ってたら、突然、昨日昨日ですよね、うん、VS2022、うん、プレビューとか、うんえー、2019もプレビューが出てますね。はいうん、ねということで、あれ、エラーが発生しましたとか言ってる。YouTube 画面の方が。 何 <laughs> y o u t u b e いやライブ続いてますよ。えー、ライブは続いてもああ、良かったよかった。私のスタジオのプレビューがダメなだけですね。ねああ、よかった、はいえーっとで。URL を貼ってくで、これが終わりになったんで、えー、ここでまた GitHub であの管理してるやつをこんなふうにちょこちょこお話ししていこうかなと思います。はい。うん よろしくお願いします,ししますで。タブは結構いっぱいあります。あれでも少なく感じてしまう <laughs>、うん。そうね、一つの幅で見ちゃうからね。そうそう。<laughs> アイコンしか出てないとねあの、ちょっとひどいですけどね。えっ、ー、と、じゃあ、Getting Started Kafka Connector ですね。あの DB using カカコスモスデビュー・ユーズング・どっかえ Kafka Connector ですか。すごいですね。 カフカにつなぐドッカーコンポーズが。ドッカーコンポーズで、えっ、ー、と、カフカでコネクタ、カフカに入れちゃうわけですかね、これ。うんえー、で、エミュレーターでつないで、動かしましょうって。まあ、Linux のエミュレーターも確か出てきたんで。うん、そうですね、出てきましたね。うん、出ましたね。 そうですね。それをちょっと使ってみるみたいな、えーあ。プリプロダクションモードっていうのでやるんですね。お、うん、で、GitHub レポでソースもあるよと。で、えっ、ー、と、Linux エミュレーターがあって、それでつないで、まあ、どっかでどどんといきましょうというやつですね。クローンして、どっかプロして。 ちょいちょいと動かしてくださいねって言ったら動きますよと。まあ、Linux なんで、Mac でも動く、動くぜみたいなことですかね。うん。うん、Mac、Linux 使ってる人はいいですね。ちょっと私も後でやってみよう。カフカ全然知らないですけど。うん。使ってますカフカ分からんい分からない。分からないですよね。<laughs> この辺り強い人がゲストで一回来て話してほしいですね。<laughs> はい。えっ、ー、と、で、エンジニアリング後、マイクロソフトブログっていうのがなんか始まるみたいですね。うんで、MS さんはなんか、あの製品グループと、ワンエンジニアリングシステム、ワン ES っていうチームが中に、MS の中のエンジニアリングチームがあって、うん、そこのブログシリーズらしいですね。 なんかあの、製品グループは製品グループですごい開発力持ってるのに、ここも持ってるから、すごいか、すごいような感じですね。ちょっと、えっ、ー、と、例えば、リテールソフトウェア、マイクロソフト、Microsoft、MS ビルドとかですね、オプション、アクセサビリティ・インサイツみたいな、オプションも作ってるみたいなやつなんですね。 で、1ES のデブオプスストーリーもあるよっていう。ここも、ここもデブオプス。ですね。これ、こういうストーリーで、ワ、え、ン、ー、エンジニアリングチームの、えー、お話がこ、えー、ここですね。ちょっとチャットに貼っとこうかな。あ、そうか。これ YouTube じゃなかった。えっ、ー、と、まあ、こんな感じで。 やってますよって、ツイッターの方に貼っとこうかな。よしえなんか2つ、二つ URL がついちゃった。ちょっとやめとこう。はい。そんな感じで、MS 内部のエンジニアリングのを見たければ、ちょっとあの URL を見てもらうといいんじゃないかなと思います。で、セパレートティングシグナル n a l from ですね。ノイズを分離する方法 やり方なんですね。これパンデミックあのノイズって言ったらやっぱり Teams のねあのノイズキャンセリングとかあります。あのあのう,うちの私の住んでるマンションね上真上とね斜め下がねリフォームやっててひどいんですよ。よガ,ガガガガってずっと言ってください。そうそう,そうずっとじゃないですか。さすがにね2軒同時にリフォーム近所がリフォームするとは思わなかった そういうときでも結構ノイズキャンセリング助かりますよね。うん、あの私今これ使ってるサーフェ c スヘッドホンですけど、つけてると割と軽減されますね。結構拾えちゃいますもんね、音ね、うん、そういう工事の音は。本当にそうで、そういうのをどうやってやるかっていうやつですね。 ちょっと,えっとこれも 1ES のブログなんですねうん、うん。で、そういうのでやっていくっていうやつなんですかね。<laughs> ちょっとこれ、あんまり紹介で本文はこっちよという動線のためのブログなんですね。この人たち、表には出てこない人たちだから、全然。 我々も見たこと,あのこととかもないですけど。結構、亀川さんの画面がちらついてますね。え、マジっすか明るくなったり暗くなったり。ああ、これモニターあーあ、そうですね。ちょっとこれ、モニターが古いからかな。なんかね、コントラストが高めなんですよね。ああ、これ、Windows 11のせいですね。<laughs> ああ本当だ、<laughs> アイトさんはすみません。これちょっと古いモニターだかのと、えー、ちょっと、じゃあ、おな今日は保管べよってことで。そうですね、音声は聞こえてるんで、<laughs> はい、<laughs> 来週はこっちを改善します。来週は <laughs> ご期待ください。<laughs> はい、えっ、ー、と、ファイル IO リレーティットカウンターズ、タイミングキャプチャーですね、うん、メトリックスビュー。 PIX っていって、画像系の開発ツールのやつで、ファイル IO ですね、をあのどのくらいかっていうのを、どのくらいの頻度で発生してるかっていうのをチェックするためのツールですね、クライアントアプリです。クラウドっ子の人たちにはあのちょっと少し縁がないかもしれないですけど、うん。 WIN3 人のファイル IO パフォーマンスをまあここで見ていくというやつですね。なんか遅いとか言ったときにディスクが遅いのか、CPU が遅いのか、ディスクでも何が遅いのかみたいな、実はアンチウイルスだったみたいなやつとかですね。ね <laughs> ありがち。よありがちでかいファイル読み書きするとね、アンチウイルスがーッと走って、ちょっとひどいことな、ね、はい、あ、それはある。<laughs> それはわかる。<laughs> ピックスっていうとどうしてもマイクロソフトピックスのスマホアプリの方をあ<ー>思い浮かべちゃいますね。うん、思,いす思い出しました。<laughs> あれまだ一応ありますよね。えっとね、そうそう、一回なくなるみたいなことで言ってて、復活したんですよね、確か。復活したんですよね。そうなんですね。無音カメラが使えなくなっちゃうじゃないかみたいな話。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> はい。 無音、ほぼ無音カメラは便利ですからね。うん、そう。日本の iPhone だけっていう感じですけど。<laughs> あそうそう。で、えーと、コードスキャニングの C とを GitHub アクションズで動かしましょうというやつですね。コード QL を使うのかなアナ,リティアナリシスエンジン。 ああそうですね。Codeql、アナリティクエンジン。うん。うん、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 うん。データベース、Codeql データベースを作って、えー、頑張るぞと。うん、うん、うん。パブリックリポジトリでは確か使えるでいいのかな、これは。そうですね。<で>うん。フリーの。 うん、パブリックリポジトリで無料で使えると、ね、お<ー>そうですね、うんあの。キャラクターの配列が4なのに、あのプリント F で A の6とかするとあのダメだよとかいうやつですね。優し,まあ、優しい。優しい、優しい。割とよく引っかかるタイプあのプラス1個足りないとかね。 末端の塗る、塗ルが足りないみたいなね。ああ、ああ、前田さん、アンドロイド出てなかったんだ。あ、そっか、そうなんですね。Pix って iOS だけだったんですね。あそうそう。アンドロイドで、あれです、オフィスレンズです、ね。ああ、そっか、そっか、そっか。うん、ああ、<laughs> 僕は愛用してますよ。 そうで、すねで CodeQL with GitHub Actions をセットアップしましょうという、フォークリックステップでいけますよというやつですね。フォークリックでいいんだったら、ワン、ツー、CodeQL アナリティクス有効にしたら OK ですよっていう、あとはアクションズで。 にタスクを追加すする、うん、っていうわけですねうん簡単です。便利そうですね。はい、そんな感じですね。簡単に4つのステップでいけます。これ、僕の勝手なすごく偏見な想像なんですけど、C++ を書く人って、 って使うの <laughs> 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 わかんない。完全に完全なる変形です <laughs>。まあ、まあ、確かに他の、例えば JavaScript よりは少ないでしょうけど、結構いらっしゃるはずですよ。まあ、あれですかあの、ライブラリーライブラリー はあるんじゃないですか、ね、あ、そっか。うん、そうですねあの。歴史的な事情でねあの、オリジナルのホストでずっとやってて、移行、うん、がつらいから持っててないっていう事情があるんでしょうね。確かにあの Git より前からのバージョン管理でやってるとかっていうのは、ね、そ,うそうそうそう、なんか、<っ>そ,そ,れそれがこう脈々とこう。うん 受け継がれてるみたいなのはまあ,ありそうだったんで、だ今度その C++ の開発っていうのはちょっと私は何も存じてないので、なので、無知な、無知かつ偏見丸出しの質問だった <laughs> <laughs> 例えばですね、の C++ の国際化ライブラリの ICU ですよね、ICU とか、あれも昔は、あの、えっ、ー、と、 自前ホストだったんですけど、確かあれ GitHub 行ったんですよね。私、あれの u ゲットパッケージ1回作ったことがあって、あのオリジナルが出してくれなかったんで、<laughs> 自分で作っヌゲットだけ作ったでへほうほうで、その時にちょっと見たら、当時はあのオリジナルの, CS あのサブバージョンだったのかな。<laughs> 今はもう Git に行ってんじゃなかったかな。確か。 ICU4C。ICU C これですね。よいしょ。あの今、今 .net でもこれ使ってるんで。えっあ、ここですね。How to Unicode GitHub IO を使ってますね。ページだけは。ソースコードはちょっとパッと見わかんないな。 はい、ちょっと確かにチかチかするな、すいません、モニターが古いのがそのまま映ってるのか、Windows 11だからですかね。フィードバックよ,よろしくねっていうやつですね。よいしょ。はい、で、えー、Azure Form Recognizer Process、ProcessID、えっと、Azure Government。我々には絶対縁がない Azure Government ですね。<laughs> アマメントをいじれねえから <laughs>。<laughs> しばらくそんなこと言ってましたよねあのでたいあの。ガバメントに対応してみたいなリクエストを受けたとか言って、うん、テストもできないのに、どうするのみたいな、ね、そ,うそ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 う。その環境がない方。方法はドキュメントに書いてあるんですけどね、それでいいのかどうかっていうのがね。そう。やっぱりね、エンジニアとしてはね、 1>, うん、1回ぐらいは。確かめ、確かめたいっていうのは。まあ、基本的にやることは、ホームリコグナイザーをあの動かすんだけど、まあ、ガバメントポータルでどうするのかっていうだけですね。うん、このね、謎のガバメントポータルっていうのがね。<laughs> 謎の、謎のガバメントポータル。うん そそのなんかものすごくカジュアルに「ゲットスタート」って書いてある、ね、<laughs> <laughs> そうですよねこれあ、でもなんかこう評価版みたいなそこの「ゲットスタート」ボタンを押したら <laughs> あれいけんのかな「ゲットスタート」を押したらねリクエストはフリートライアルってねボタンが出てきましたよ <laughs> 本当ですか いけるんじゃないですか<あ> <laughs> おぉ、<laughs> バイナウトええ一応なんか試せる感じですよね、これね。おぉ<ー>。あ、でもなんかいろいろ入力しなきゃいけないですね。次行くと。ああ、US シーズンとかそんな、そんな感じの入力項目がいっぱいあるんでしょうね、きっと。やばいですね、これ。やばいですね。s、うん、s, <れ> <S、ね SS、n の入れろとかね、<laughs> きっと、ね。ああ。 お客様の組織、お客様の組織が必要なのか。<お> <laughs> なるほどね。米国連邦政府、州政府、地方自治体、または部族政府って書いてある。部族政府、うん、すごいな。はい。じゃあちょっとこあのこ、まあの、そういえば、なんかドイツのオフィス365、ドイツってまだ。 日本から使えないんでしたっけ使えかったはずあ<で>ドイツ、確かドイツは、うん、まだだめでしたよね。ドイツはだめ。オーストラリアはもう OK だったのかな。もう OK ですね。3、4年前に OK になったんですよね。そういうなんかねああの、その国限定みたいなのはありますよね。うんうん、AWS さんもそうそう、まあ、きっと同じはずなんですけどね。うん うん。ああの辺りでどうなんのかっていうのがまたお面白いじゃないですけど。そうですね。確かに。ドイツに納品するときにあれ我々はどこにデプロイすればみたいなね。ああ。うん。ああ。ああ。ね確かに。一応ポータルからドイツドイツとかも選べるんですよね。我々のサブスクリプションでも。<laughs> 一応ね<で>選べる。 選べたかな出てこないですよ。出てこないでした前やったら出てきた気がしたんだけど、あそっか。ぜひデプロイした経験のある方。出てくるやつもありますね。ああ、ある。なるほど。ドイツの中西部が出てきました。あそうですね。結構増えてんな。そうなんですよ。気がついたらね、今 60? くらいですよね。ありますね。14とか、なんかそんぐらいあった気がしますね。すごい。増えてますね。まだまだ増えるみたいな感じのこと言ってますか、ね、あの、オラが国にアジュールリージョンをみたいなノリになってきたんですよね。ほとんど。大体ペアリージョン作るじゃないですか。そう,そうですうんうん。だから最終的には300近くいくのかなみたいな、ね。そうですね。えっと、どうだ <laughs> どうだ 日本で手こずった時は一体何だったんだっていう <laughs> <laughs> 日本で手こずったから、なんかそ,こその後があのが弾みがついたのかもしれないですああ、そうか。そうそう、震災大国、日本でまあ大体大丈夫だったからみたいなね。大体600マイルぐらい離れとけばよくいいだろうみたいな、うんうんうん。それに、ね、物理的な条件ありますよね。<laughs> ありますね。ね。はい。 で Japan Studio Code ですねこの前、なんか1.58かなが出て、なんか、あの、ターミナルがね、エディタとのウィンドウとくっつくようになって、あ,あ,あれは結構便利っぽいですね。あれはいいですよね。うん。で、ビルドツールサポート。あの、いまだにね、あの、うん Java だったらエクリプスじゃないといけないのかみたいな方もいっぱいいらっしゃるんですけど、エクリプスね、インストールとか展開するだけでも結構重い環境もあるので、そういう方にもぜひですね。で、コードスペースも対応してますよと。うんうん。便利ですよね、コードスペースーズ。手軽でいいですよね。<laughs> ただ、まだ無料。 あの評価中だから2つしかリポジトリ作れないのが困るんですよ、割と。がっつり1個の,あのリポジトリにずっと触ってるんだったらそれでいいんですけど、なんか気軽にあの複数のリポジトリを渡り歩きたいときとかね、結構困るんですよね。テスト、テスティング API。へなんかテスト API もあるんだ。 API はこれは、VS Code の API ですかね、これ。みたいですね、うんで。デバッキングであの、バーチャルスレッドも対応してますよと。えー、で、セキュリティ、あの、そうですよね、セキュリティ、あの、新しい1.5、6くらいだったか、なんか、このワークスペースはトラスとかとか、聞いてくるようになりましたね、うざい。 <laughs> そうですね、あれね、<laughs> 毎回出てくる。<laughs> そうそうそう。あのまあ、見るだけみたいなリポジトリだとそう,そうなんですけどね、なんかこのフォルダ配下は全部トラストにするみたいなのをしてほしいかなと、ちょっとだけ思いますよ。もうちょっと、もうちょっとあのミ,ドルミドル層が欲しいなみたいな。確かにねこう ユーザーホルダーぐらいはご信頼しててほしいぐらいはありますよね。マック OS がね、書類あの、Windows でいうとこのドキュメントですよね、うんうん、あそこに書く、アプリが書こうとするたびにねあの、ここ、これは大丈夫かって聞いてくるんですよね。めんどくさい。えー、あそうなんですね。そうなんですよビックサ,サーから確か、うん、11からそうなっちゃったんです、えー、なかなかしんどい。 ああ小田翔さんいらっしゃいませ。なんかずいぶんおやせになったという噂の小田翔さん。<laughs> <laughs> リングフィット。<laughs> リングフィット。なんかもう、ライズアップかリングフィットかみたいな感じですよ。うんうん、で、えっ、ー、と、Java16 イネーブルドデブコンテナ。ああ、デブコンテナですよね。ちょっとこれ、私も書いて、デブコンテナ書いてみ見ようとしてて、なかなかうまくいってないんですけど。よいしょ。 結構便利です。あエアコンですね。はい。暑、はい、<laughs> くて。暑いですね。もうだんだん暑くなってきました、ね。まだつけてないですよ。えやるのえだって今回のサブタイトル、熱帯夜ですよ。<laughs> あ今日今日ちょうどダイソンの扇風機が来ました。お<ー>羽がないやつですね。羽がないやつ。羽がないやつ。<laughs> そうか、それでエアコンが。 え冷房がないわけじゃないんです。<laughs> いや、もう無理だなって思います。<laughs> <laughs> API のバージョニングエクステンションズ、うん、with ASP.NET Core OData8。ま OD だ、オーデータ <まだ S 2> ーあるんですね。オーデータか。まあ、こうやって V バージョニングして、オ、えーデータの トラフィックをちゃんと分けましょうねっていうやつですね。CLR モデルとか。あ,あ、音声のホテル。あ,あ、そうです、小田島さん、ありがとうございます。あの、ちゃんと始まる前にテストしました。<laughs> お出たモデルも V1、V2 って、ああ、なるほどこん。こんなふうにつければいいんですね。はい、はい、はい。EDM モデルプロバイダーがあって、 まあカスタマーズコントローラーがあってっていう、ルーティングテンプレートですね。きあれ今気づいたフラット言ってるけど、スクロールバー長いよ、長いよ。スクロールバーは,、ね、ここはあれですかね。実装のモードががっつり書い,書いてるから、サマリーへ行きましょうかね。まあで、えー。 とまあ、この人がやってるからよろしくねっていうやつですね。うん、あのお気軽に英語でメールを送っていただければ。<laughs> でも、バージョニングはね、やっぱ大事ですよね。これ、自分でやろうと思うと大変だから。でもやっぱりつい API マネジメントみたいなものに頼ってしまいません ?API マネジメント使うときは確かにそっち側でもコントロールできるから、確かに。うんうん、まあ、どっちでやるかですよね。でも僕はやっぱ ソースコード側でちゃんと V1 のコントローラーと V2 のコントローラーで分けたくはなりますね。あ<ー>あな、ねうん、なるほどね。なるほど、なるほど。じゃない開発するときにもうどれがどれだか分かんなくなっちゃうからね。<laughs> そ,うそうそうそう、分かんなくなっちゃうし<ー>こ、ね、間違えてエンドポイントぶつかっちゃったりするとね、<ー>い,ろいろいろ大変なので。なる,なるほど、なるほど。 はいまあ、引き続き、オーデータですね。<ん>アップアンドランニング、ウィズ・オーデータ。何なんな、アップランニングえっ、ー、と、ドットネット5、あでドットネット6になって、えー、まあ、どこでもいいよっていうことで、えー、セ,ッティングセッティングシングスアップなん、どういう意味なんだろう、これ。 まあ環境構築かな、うん、そうですね、なんか前置きみたいな感じですよね、これ、ね、そうですね。うん、フ r e e z i n g h t e c で VS2022 でもいけるよみたいな話で、Core API を使ってソリューションで作りましょうでインストールしましょうというやつですね。好きですよね、この,あのウェザー。 ウェザーフォアキャスト。まあ、あの、<laughs> 標準のサンプルですからね,ね。なんかどれでもウェザーフォアキャストばっかり。天気予報のデータがね、返ってきますから。で、えっ、ー、と、まあ、この辺はいいや、スタートアップとかボディがあって、ソートもかけて、で、将来のプランですね。おデータチーム、まだ。 うん、オーデータネクスト。ー,オーデータネクスト。なんかオーデータって消えると思ってたんですけど、割としぶといですよね。うんうん、まあ,こあの、こういうのが好きな方もいるとは思うんですけど。なるほど、ね。asp.net6 は。net6 の ASP のは。 話ですね<ー>古いほうの、<laughs> ちょっとそこで数字混ざりますよね。そうは、あの、asp.net5 もね、あねあのコアになる前あったじゃないですか、うんうん、一瞬だけ、うん。ありました、ありました。あのランタイムがね、まだ私の PC の中にね、入ってて困るんですよ。<laughs> そう、これ、あれ、これ、どっちの、どっちだっていうね、一瞬迷いました。<laughs> そうなんですよね。これ,これね、なんかも,も,もうちょっと違う名前つけてほしいなああ。コアがつかなくなるんですよね。まあそうですよね。うんうん、はね、い。えっ、ー、と、アップデートですね。ジ来アップデート、えー。セキュリティ更新があったので、まあ入れてくださいねというやつですね。まあここはさらっとで、次が本命なあ、次が。 えー、デボフスサーバー2020.1.1ですね。の RC がアベイラブルになりまして。まあ、あの、季節ものなので、そんな、今回はバグ修正だけですね。うーん、ほぼ、まあ。うん。うん。ハイパーリンクでパブリック URL が使用してないとか、まあ、この、もう、小幅なやつですね。うんうん ああの一応、クロスリポジトリポリシーの関係があるんで、えー、ちょっとそこら辺りは良かったかもしれないですね。<laughs> うんうん、はい。なので、よいしょ。で、き今日の本題でちょうど30分ですね。<laughs> で、2022プレビュー2、なかなか出ないなと思ったら、やっと出てくれましたね。うんうんうん、そうですね。あの これ始まる前にちょっと言ってたんですけど、サイドバイサイドで、昔はね、結構サイドバイサイド苦労したんですけど、今はそこそこよくなりましたよね。割と皆さんも入れてますかね。私はね、<あの S 2> 2019と2019プレビューと2022プレビュー入れてますね。ああ、私もそう、そんな3つ入れてます。3つ入れてます。<laughs> そうか、みんな入れてるのか。<laughs> <laughs> そうか。私は19しか入ってないです。まだ22はね、入れてないですね。あの、2022年、ね、うん、なんか横幅ワイドのモニターで使うとね、コミットグラフとかすごい、ウィンドウが見やすくなってるっぽいんですよね。ええー、そうなんですね。のうん、なんかあの、ちょっと海外の人とかが書いたのを見たら、あ、これいいなとか思ってて、なんか、うん、ウルトラワイドのモニターで Git のコミットグラフとか。<laughs> あのー、いい感じに見えるみたいですよ。作業ウィンドウとか。で、まあ、この辺のアイコンは、あ、あれあ、プレビュー2ってローカライズされたんだ。知らんかった。あ、ほんとだ。へ、えー、あ、これちょっと。気づかなかった。僕も,も全然アップデートだったから気づかなかったですね。あ、ラン,ンクありますね。日本語入ってますね。 じゃあ今度入れてみよう。あのただ、報告するときね、ローカライズして版だとね、めんどくさいんですよね、向こうの人はこれ何って言うんで。なるほど。<laughs> <laughs> 一回英語に戻して、そうそう取り直して。<laughs> そう、あのあの岩永さんとかもね、なんかもうめんどくさいから全部英語版で使ってるとか言ってた、言ってたような気がしますけど。あの あとオープン、ノイエさんとかですよね、ユニアルエッツとか作ってるノイエさんとかも、なんか、ええ、GitHub のスクリーンショット上げるの英語版じゃないと困るからとか言って、まあそういうのはしょうがないですね、確かに。うん、まあ前よりは切り替えやすくなったんで。アジュールの問い合わせもこたまにそういうのありますよね。あ<ー>あ。キャプチャー取るときに英語にしてもらってみたいな。ある,ある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 。ありますよね。<laughs> あのプロファイルね、やっぱり英語版作っとかないとね、ちょっと困る。うん、私、だから、普段はエッジのデブ使ってるんですけど、<laughs> エッジのステーブルは英語をロケールにしてますよ。うん、おー、確かに今、そういう分け方が多分一番早く切り替えられるかな。う,んうん、うん、そうですね、うん、あの結局ね、ステーブルじゃないとサポートまんま受けてくれないんです。<laughs> <laughs> えっと、あめっちゃ痩せましたとか言って、おめでとうございます。うんはい、で、プレビュー2も C++ の V143 が入りましたよっていうやつですね。うん、バイナリーコンパチブルもありますよと。これ、後でまた別の記事が出てますけど、WSL2 の,あのデバッグとかも良くなってるみたいですね。C++ の話ですけど。えーうん で、えー、チームプロダクティビティとかですね。これは YouTube かな、うん、で、えっ、ー、と、w e ブ l i v プレビューですね。ネクストジェネレーションウェブデザイナーとかなってるんですね。ちょっとこれ。うんうん、ああ。こうやって、こうやって、こうやって、こうやると。おー、すごいっすね。 UI 側で変更するとコード側が反映されるっていうやつですね。なんか Windows じゃないや。ウェブフォームズみたい。WPF のときもこういうのやった記憶があります。プロパティウィンドウで変えて反映させるってい、ねう,ね、う。ねです93、ここで顔がヘイ、hey. ヘイトが変わるとこ,、うん、あのこっちが変わっていくみたいなやつですね。これはヘイトがはい、ですね。で、えっ、ー、と、これですね。アプライコードチェンジをタイミングができるんですね。えー、なんかすごいですよね、えー、もう。プレビュー。インテリコード。うんうんうん、いや、<の>すごい 前回もやったけどね、コピロットとかね、うん、あのなんかもう自分のタイプする量がどんどん減ってく感じです。賢くなってくる。うん、<laughs> そのうちね、テンプレートで選んだらもうプログラムはできるんじゃないかみたいな。<laughs> <laughs> ある程度はいけるかもしれないですね。<laughs> でもこの辺の機能は。 ね、使いこなせるようになっておくと、まあ便、便利なときが出てくるでしょうからね。うん、そうですねうん、まあ。使うかどうかは別にしてね、知っとかない,と,かないと、なかなかあの取り残されてしまいます。えっ、ー、と、CosmosDB を a s p e e d t o y のセッションステートプキャッシングプロパイダーにしようっていう、うなかなか面白い。 面白い、面白い。あれこれ前からなかったっけなこれ私使ってますよ。あ、そうなんですか。へこれ前からあったいや、多分ないと思うんですよね。あの、セッションステートって結局、Redis だったりだとか、そうですよね。Redis だったり、SQL Server ーーだったりみたいな話。 しかなくて、ね、うん、まあセッションセットまあうと、キャッシングみたいなものもそうですけど、うん、はい、多分それの中にコスモスが加わったっていう話う、はい、になるんで、そうですね。デー<れ>スピードというとコアはずだから、そうですね。うん、でも、確かに最近,最近実装した部分で、これ使ってますね。こうたまたま大 ちょうどいいタイミングが出たんだ、じゃあ。あ、いい感じなんですかね。あ全然、はい。あの、普通のあ、あの、他のセッションプロバイダーと、あの、コード、コード上は何も意識しなくていいから、あの、スタートアップのところの設定の違いだけです、ね。でね、実装の仕方でどのプロバイダーにするかみたいな、そういう感じです <laughs> そ,そうそうそう。そこの設定だけは、あの、プロバイダーごとに違いますけど、実際セッションを操作するときの、あの、インターフェースは一緒なんで、 ただやっぱりこれをなんかこう聞いたときに、個々のそのシナリオっていうのがちょっとまだ自分の中では区別できてなくて、こういうときは、例えばコスモスを使ったほうがいいっていうのがあるのか、まずないのか。はいはいはい、えー、っとですね、まあこ僕、僕の考えで言うと、 まあレディースってあんま毎回使うものじゃないんですよね。例えば小規模なときとかっていうのは、まあ、レディース使うほどでもないかなってときには、まあ、大体そう、じゃあレ,あのレディースプロバイダーができないから、まあ、SQL サーバーか、まあ、今回のコスモスか、うん、いわゆるアプリので使ってる DB の方でセッションプロバイダーしちゃうっていうとき。ああ、はいはい。うん 多分 SQL サーバーしか使わないっていうケース、結構多いと思うんで、そういうときにセッションプロバイダーを、じゃあ,、ねあ,のあの、SQL 使ってるから、一緒にそこに乗っけようかっていうのはやりますよ。まあ、そうですよね。うん、普通はそうですよね、データベース、SQL サーバー使ってるからあの、セッションステートも使えばいいんじゃないみたいな。 まあ大規模になればね、レディ i も RDB も Cosmos もいろいろ使うから、そ,それぐらいまでいけば適材適所でいいと思いますけどね。まあ、そう、なるほどね。バックエンドに合わせて、ああ別途、SQL サーバー、データベース契約しなくてもまあいいよみたいな。そうそうそう。どっちかというと、そういうあのコスト的なところも考慮するとど、まあ、どこか一つにまとめたほうがいいよねっていうのはあ増やす、ね。っていうことは 別になくてもいいっていうのはあるかもしれないですね。うんうん、そうそうそう。うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんで、えー、と接続文字列とかあの、初期化のところがちょっと違うぐらいで普通に使えるという感じですね、うんあ。シナリオ、ディストリビュートキャッシュシナリオとかも出てるんですね。うんうん、まあ、それはそうですね、分散キャッシュとして使う。 うん、キャッシュで、ね、グローバルリーチがあるようなコスモスシナリオとか、うんうん、なかなかあるのかみたいな気はしますけど、<laughs> うん、なるほどね、はいあのあ。GitHub で公開されてるんですね、コードは。あこういういものに こういうやつにコスモス使う場合は、あれですよね、RU の召喚だけ気にしとかないといけないですか、ね、そ,うそうなんですよね、うんあの。それちょっと気になってたんですよね。うん、あの、SQL サーバーと、まあ、同じもので比べるのはなかなかできないと思うんですけど、うん、RU の課金と SQL データベースのね、うん、DTU なり v コアなり。うん の課金、どのくらい違うのかなとかね、うん、ねちょっと興味あるところそこはね、まあ何のセッションをこうああ保管するかですけど、まあまあ、それの頻度とかにも、うん、<laughs> よりますけど、まああ、コスモスの特徴は RU 消化なんで、あのあの課金の基準が、まあ、そこを気にしとかないといけないですよね。そうですよね、うん、そこであの、ね、あのコスモスのキャッシュプロバイダーとさらに使っちゃうと、ちょっと本気で。 最近そういうのもできるようになりましたもんね。いいんね多段キャッシュになっちゃいますよね。それいいのかな <laughs> <laughs> なんか技術,の技術と課金の無駄遣いのネタアーティとしては面白い、ねはい、そ,うそ,うそ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 う。実際にプロダクションではまあ使わんでしょうね。<laughs> <laughs> えーっとで、ドットネットマウイのプレビュー6ですね。あのもうプレビュー6ですから。早いな。 プレビューどこまでいくんだろう、えー、と ?RC がそろそろ来そうな気はするんですけど。うんうん、そっかもう、もう夏真っ盛りです、ね。夏真っ盛り。ね。2020のプレビュー2入れると、まあ、対応しますよっていうことですね。で、ワークロードインストレーションですね。えっ、ー、と、マウイ、マウイモバイルデスクトップでワークロードが入りますよと。うん まあ、いっぱいありますね、これ。SDK チェックで。あの、この前の,あのオープニングの前にもちょっとね、SDK がいっぱいありすぎ問題、みんなで話してたんですけど、うんうん、<laughs> なかなかね、古いのが消してくれないんで。プレビューですよね。そうなんですよね。<laughs> プレビューがね、私なんかまだ VS2015 のプレビューのツーリングは。 あのマシンの中残ってて困るんですね。<laughs> 消せない。年代物ですよ、年代物。何回か消そうとしたんですけどね、消えなかなか消えなくて。まあ、レジストリーでもう消すしかないかなっていうぐらいですよね <laughs> で。ワークロードリストコマンドとかで、えー、これなんかターミナルのキャレットかっこいいな。うん、Mac のやつ。ワークロードリスト。 でワークロードインストールマウイで、えー、入るよっていうやつですね。ドットインとワークロードだから複数、いっぺんに関連するものが入るんですかね。こんなコマンドあるんですね。知らなかった。新しいやつですかね。うんで、えー、マウイのケーパビリティとかがあって、いつものお天気のアプリですかね。うんあ この前ね、あのシアトルのあたり、100、下肢100度まで行ってたみたいですよね、すごいっすねあ。なんかもうね、めちゃくちゃ気温が高くなったってあり、<laughs> そ<う>ニュースありましたね。100度で38度か、そんくらいだったかな。なんか100度、はインパクトあるな、<laughs> 38はやばいな。<laughs> そうそうそう、あのたあの病院行くときも、なんか100度、体温が100度超えないと受けてくれないみたいな話があって。 うん、なんかそれ、その辺が目安らしいです。太陽も38度でちょうど、ええ、まあそうだよねっていう。ああ、マウイチェックはおやくごめん、ごめんになるんですかね。この辺は、うんあの、まだプレビューだから気軽に変えてきますね。彼ら。それで、えー、シングルプロジェクトになったんですね。よいしょ。うん、こんなふうに、すっきりと。 WinUI 版とか。はいはいはい。で、えっ、ー、と、GetStarted で、NET、.NEW t n e MAUI で HelloPreview6 で、まあ、作れますよっていうやつですね。<coughs> X c o d e 1 3 Beta 1とかか、うんへあ。でもそれで。えー、<coughs> X c o d e 13の Beta 1が。 最小要件になっちゃったんですね。うん、これはなるほどね。iOS とか MacOS で動かす人はちょっと注意ですね。<laughs> はい。で、Entity Framework Core 6の Preview 6:Configure Conventions。ンンうん、<laughs> えっと、 なんか、イシュークローズしたよみたいな話で、長年たまってたんですかね、これ。なるほどね。サポート64ビットのシードバリュー。ああ、なるほど。で、SQL ライトでタイムオンリーとかデートオンリーもサポートしたよとかですね。 こんな感じで、えっ、ー、と、やってますよと。で、プレビュー6でああ、いつものようにコントリビューションしてあ、チームですね。こっちはチームでコントリビューターたちですね。うん、すごいな、これの人昔からなんかいっぱいエンディティフレームワークに確かコントリビュートしてるけど、すごいい,い,いっぱいやってる。ちょ確か結構名前見,見かけるような気がする。 この人もすごいですね結構いっぱいコントリビュートありがとうっていうやつですねはいで asp.net core update 6ですねブ l イザーアクセシビリティとかコンポーネントパラメーターとかアンギュラーが12ですねなんかもうリアクとか ビューカーで、アン l a ラはすっかり影が薄い感じになってきましたけど。アン l a ラもちゃんとやってるよっていうことですね。うんうん、オープン API サポートですかはい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 。うんうん、結構いっぱいプレビューした、ね、割に多いですね。ウェブソケットコンプレッション。ええー、これもいいな。 これ全部新機能ですもんね、今回ね、うん。うん、今までなかったやつですよね。まだまだ、まあ、いっぱい入ってくるんだろうな、出てると <laughs> か。なんか、本当にもうそろそろ機能を凍,凍結して、あのうん、品質向上頑張ってくれよとか思うんですけど、<laughs> まだやる気かな、彼らは。やる気でしょうね。<laughs> まだまだじゃないですか。<laughs> ま,だまだですかね。まだ、えー、4か月もあるよみたいな。うん、うん、そうそうそう。<laughs> GitHub のリリースがなんか気軽になってね。うん、昔なんかだとね、なんか3、4か月前にフリーズしてメディアを工場に送らなきゃいけなかったとか言っディスクの時代ですか。ディスクの時代ですよ。もう今は。 GitHub へ出しました。以上終わりみたいな。えっ、ー、と、リクワイアードブレイザーコンポーネントパラメータですうーん確かにね、これはいいはあはあは。ああ、なるほど。コンポーネントで、えー、アトリビュートをつけておけば、えー、足りないよって言ってくれるんですね。ですね。うん、つまらないミスが減って。 そうですねこれはいいジャパスクリプトインタロップ。なるほど。UTF8 のアレイですかねあ。ごめんなさい。UInt8 ですね。アレイで、えー、やってくれて。で、アナウンスメント。これ多分、別の 記事ですねなんで、ちょっと次でやります。ViewComponents タグヘルパーですね。はいはい。あこれでタグヘルパーがつきすよ。で、Angular12。で、OpenAPI とかとか。で、ミドルウェアコール e えユーズ u s e s ですね。うん、OpenAPI って言ってるけど、中,中はこんな。 言うとスワッカーです、ねうんうん、まあいつも通りですね。これいつも通りですね、うんはい。こんな感じでちゃんと動きますよっていうやつですね。try it out. 利ですよね。やっぱり動くドキュメントっていうのは。うんうん、あんまり a s ネ n e t の熱心じゃなかったけど、こういうのやってくれると助かります。うんうん よいしょ。えっ、ー、と、あとはソケットフォーケストレルですね。うん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 。ケストレル、なんか、結構なんやかんやで続いてますよね。うん、そうですねな。なんかなくなるみたいな話、前、ちらっと聞いたような気がするんだけど、気のせいだったのかな。あそうなんですか いやなんかそ、そのニュースは見ていない。いや、ニュースやななんか、認識違いだったかな、なるほど、ケストレル、頑張っ <laughs> えっと、ああ、そうですね、あの、MSN のスワッカーサポートっぽいですね、これ、ちょっと中身を追っかけてるわけじゃないんで、ちょっと、あのど,どうかっていうのは難しいですけど、で、ウェブソケットのコンプレッション圧縮ですね。 うんうん、やっぱり圧縮は便利です。うんうん、待機重要。うん、確かに、まあ。特にウェブソケットですもんね。<laughs> 待機重要。シグナル R のテストサーバーですか。かああ。で、ハブ<こ>、e、でいわゆるなんかベタ打ちして。 ハンドラーで、これでテストができるというやつなのか。スポトでテストできます。うん、そうですね。これでテストサーバーが立つんでしょうね。<うん S 1> <laughs> ディレイドクライアントサーティフィケーション。ああ、なんか。 証明書のネゴシエーションを遅延させるんですね。この辺はちょっとよくわかんない。なるほど。あ、ちょっと順番がずれちゃいましたけど、Windows Terminal Preview 1.10ですね。これ、これ、コマンドパレットドロップダウンとか、すごいですよね。なんかだんだん、 VS コードに近くなってきて、ここら辺は使い勝手としては、あれじゃないですかね、統一していくみたいな、そんな感じそうそうですね。コントロールシフト P で、えーと、確かこれ一緒ですよね。一緒ですね。<laughs> VS コードですね。<laughs> えっと、クワークモードですね。システムトレイ。えー、あいいですね。<laughs> これも見るとあのやっぱりプレビュー使いたくなってくるんですよね。なかなかいい機能が多いから。うんで、ボールドテキスト。これは日本語関係ないですね。ボールドテキスト。あ、そうなんですね。いや、あの、絶対この手のやつ。日本、あの、日本語のフォントのボールドってね、そんないいもんじゃないから。<laughs> なるほど。<laughs> 英文だけだったらいいですけど。 えっと、UI アップデートとか、ユーザーデフォルトですね。あデフォルトセクションの、えー、設定が、JSON フォーマットがちょっと変わるんですかね、これ。まあ、今、UI があるから、どう変えられたって、まあ、いいかな、とは思います。で、えー、新しいアクション。ああ、これいいですね。アクション自分で追加できるの。ん あ追加できるの新しく追加されるのか。はいはい。ショートカットね、ショートカットの割り当てができるようになるみたいな感じですね。そうですね。<laughs> で、インプルーブメント、<laughs> その他の強化点とかですね。トップコントローラー、これもなかなかすごいです。<laughs> はい。 あの、ステーブルに来るのが楽しみですね。あの、あ、そっか。デフォルトターミナル、マッチリライアブル。あ,あ新しい Windows 11の人は、プレビュー使った方が良さげですね、これ。へ信頼性が高く。うん。私も一応プレビューダウンロードしてるんで、<laughs> こっちにしよっかな。なるほど。はい。えー、っと、で、セキュリティロールアップだから、まあ、これはいいかな。 あの、クリックアンスとか、うん、CLR とか、<laughs> まだまだ、<ん>ドットネット6の目玉フィーチャー。まだまだね、そうですね <laughs>、まあ。配布はね、メインですまだまだメインですまだメイン。<laughs> あの、MSIX が天下を取るのはまだまだ先の話ですから、ね。<laughs> ま,だまだまだ。全然、全然まだまだ。<laughs> 手軽さが違う。<laughs> <laughs> えーと。 WSL2 使って C++ をデバッグ、ビルドデバッグしましょうっていうやつですね。これ YouTube か。YouTube は多分長いな。えー、っと、ツールセット使って CMake と MS ビルドベースの Linux プロジェクト。まあ、Linux で動かすのだったら CMake 使った方が多分いいでしょうね。はい。 で、えっと、WSL2 でディストロー、まあ、必要なあのパッケージがあるからよろしくね、みたいな話ですね。これもどんどん進化してます。私、昔、うん、アットマーク IT で、これ、あの、WSL との C++ のね、デバッグする記事書いたんですけど、うもう、そ、そこから比べたら、だいぶ進化してますね。 早い早い、うん。で、CMake、うん、プリセット JSON で、まあ、ここの CMake のフィーチャーでよろしくねというですね。で、WSL2 選んで、デバッグできますよと。うん、昔は SSH とかね、接続書いてたんですけど、うん、もう全然いらないですね。<ー>そう。 SSH の接続書いて、なかなか大変だったんです今や直接。そう考えると、やっぱりね、うん、WSL の統合は、うん、便利ですよね、そう考えると。便利ですね、本当にで。ちゃんとブレイクポイントでも止まりますよっていうやつですね、<う> Linux コンソールの。いいですね。<laughs> まあこれ Linux ですけど、ドットネットでも多分似たようなことはできるんですね。で、MS ビルドベースでも OK だよっていうやつですね。はい。もしフィードバックがあればよろしくというやつですね。うん、お約束。あ、今日は2分前で終わってしまいましたね。あれドットネット6そのもののやつがなかった うん。まあ。記事はありましたよ。まあ、ここの異表に入ってないでしょうね。あ、閉まったか。記事はね、出てます。記事は出てるけど、そうですね。そうですよね。私が入れ忘れただけ。あれあ、トップにはないんだ。ビジュアルスタジオ ブドットネットブログか。たまにね、たまに、ーえーっと、あ、ありがとうございます。よいしょ。今ちょうど映ってる真ん中の。うんうん、そうですね、ドットネットシ6。あのトップの,あのページにね、出ないブログとかたまにあって困るんですよ。<laughs> これがまさかそうだったとは。 そうですねあのプレビュー6が出ましたよと。で、エミュレーションもアップデートして、えー、ARM64、ARM64、うん、そういえば、あのー、うん、クワルコムと協力して安い開発機を作るとか言ってたのが、アナウンス、こん今回のインスパイアで出るかなと思ったら、なんか全然出なくて、うん、私、あれ期待してるんですけどね、開発機で欲しいから。<laughs> そう,ですね、そういう、なんていうか、お求めやすいのが出るのはいいですよね <laughs> あの。やっぱり3万、三万ぐらいかな、3万か4万、ぎりぎりって、4万ぐらいで欲しいですね。サーフェスプロエクスはちょっと高すぎるんで。確かに、開発金してはですよね。<laughs> 開発用途では確かに。<laughs> そうね開発用としてもた高いかな <laughs> あのキーボード買わなくてあの、買わずに割り切るみたいなね、タブレットで割り切るみたいなのもあるけど、<laughs> ち,ょちょっとね、<laughs> リモートデスクトップじゃないですか。<laughs> あ,あドットネットコンフの日程、そうですね、出てますね、11月ですね、あのその頃には、GA になる頃には、またチャックさんでも強制的に呼び出して。 強制的に <laughs> <laughs>。ラチッて、ラチラ <laughs> オンラインラチで <laughs>。オンラインで。えっと、TLS サポートですね。あの一点三がサポートされたのかな、確か。で、クロスジェンリプレイス、あ、ツーでリプレイスしたやつですね。はい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 。で、シンクオーバーエイシンクパフォーマンス。 なんだこれ。スレッドプールのやつか、アップコンテキストコンフィギューエーションパールから、どんなんなんだろう、ちょっとだけ。ああ、このステファン君の書いたやつ、4月に書いたやつです。 ちょっと長,長そうだからやめよう。はい、<laughs> でパフォーマンス良くなって、えー、とメモリーポリシー。ランタイム。うんと、Apple シリコンのか。Apple シリコンの l i、えー、ライトエクゼキュートのポリシーなんですね。はいはいはい。うん、じっと対応したよっていうやつですね。 で、コード e ェ e とかダイナミック p g o とかですね。まあ、どんどんパフォーマンスよくなってるよっていうパターンとかですね。はい。ドットネット6もよろしくねっていうやつですね。リチャード・ハンターさんでした。よいしょ。こんな感じで、えっ、ー、と、今日も終わりですね。よいしょ。うん これで、えー、これでダ,ダーンにすればいいかな。ダーン、ダーで。ローロークローズ、クローズ、クローズしよう。クローズか、そうか。はい。はい。えっ、ー、と、これで今週も終わりました。よいしょ。はい。えっ、ー、と、次回が、いつも通り7月30日ですね。うん の同じ時間にやる予定です。えーと、次が多分何が出るかまた分からないですけども、うんうん、まあ、インスパイアで出たネタもきっとあるでしょうし、そうですね。まあ、開発ネタはあんまなかったですけどね、インスパイア。うんまなかったですね。うん、GitHub の話がちょ,っ,ちょっと、しあった感じですかね。そう,そうですね。あとは、まあ、Windows365 ですよね。 うん、話題を持っていちゃまそうね、あったね、それ。<laughs> なんかでもあれ、正式発表が8月2日とか言ってるから、価格とかは8月入って、まだわか,、ね、かんない。ちらっと、ちら見せはあったけど、ニコアの4ギガラムで、えー、31ドルくらいかな。うんうん 2>, 2個は4ギガ3、うん、まあそんなもんか。その128ストレージですね。まあまあまあ、戦、ま、友、あまあ、マルチセッションじゃなくて戦友だったらまあそんなもんかなっていう感じです。ただ、VS はちょっと動かないなみたいな。 うん、<laughs> VS には足りないですね。これは、うん、動かないかな。二コアじゃ、二コア4ギガだとちょっと、ギガ人権が確保できてないな。<laughs> VS コードで。私がね、試しに使うときは DS2 の、うん、だから二コアの8ギガラムぐらいのやつで、ちょいちょい使うことはあるんですけど、軽い編集だったらあれぐらいあれば割といいんですけど。うん あいとさんもリングフィットやるとか言って、私もちょっとリングフィット明日からやろうかな。<お> <laughs> いいんすかこのところで言って。二 <laughs> 週間後にチェックしますよ。いや, <laughs> いやそれはね人によるからね。はい。<laughs> えっとじゃあまあオリンピックに負けずに、えー、次回もやっていこうと思います。えーはい、皆さんありがとうございました。じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。 はい,よい,しょい、はい、終わります。